今年もクリスマスか。クリぼっちで予定もないし、お金もない。これはバイトするしかないわね。私は求人誌をめくった。すると、気になる記事が。え？時給100ドル？ってことは、時給1万円？何これ？え？条件は、大型二種免許だけで OK。 偶然、私持ってるわ。早速、申し込みを済ませ、スカイプでの面接にこじつけた。今日は、よろしくお願いします。おお、キュートガール。連絡ありがとう。可愛さ半端ない。私はサンタクロース。今年もプレゼントを配ろうと思ってたんだけど、ぎっくり腰で日本に伺えません。私の代わりに、イブに配達をお願いします。これはやるっきゃないわね。よろしくお願いします。待ってろよ、クリスマス。そして、クリスマスイブを迎えた。最初の依頼は、と。サンタさんこんばんは。今年のクリスマスは、美味しいピザが食べたいです。最近、競馬で300万勝って、競艇で500万勝って、パチンコで800万負けたので、無一文です。こんな時は、鮭と蜂蜜がたくさん乗ったピザを食べて、冬を越すのが一番です。美味しいピザを待ってます。だって、住所は、フォラーナ3丁目ベアハウス103。ああ、これは完全にクマさんからの依頼ね。こんばんは、メリークリスマス、サンタさんです。とにかくでっかいサーモンピッツ蜂蜜ダブルデラックスペシャルをお持ちしました。あら、無一文のクマさん、こんばんは。ピザ5枚注文ありがとうございます。今キャンペーン中なので、あと1枚ピザ追加していただきますと108枚追加になりますが、いかがなさいますか？あ、お金なかったわね。では、熊の毛皮1ヘクタール買い取りもできますが、いかがされますか？ありがとうございます。じゃあ、全身の毛皮借ります。はいはい。あれ？あなた、人間のおっさん？体毛伸ばしすぎよ。このピザ食って、冬眠でもしてろ。そして、なんやかんや、32万個のプレゼントを配達終了。はい、最後の荷物搬入します。やたら重いわ。何これ、アパート2階？持ち上がらないわよ、こんな大きいの。すると、どこからともなくサンタのおじさんが現れた。いや、ずいぶんと苦戦してるようだね。あ、サンタのおっさん、腰は大丈夫？大丈夫。日本の松葉杖丈夫です。上手に使えます。え？ってことは、治ってないのね。でも、その気概がすごいわ。じゃあ、この荷物、一緒に持って。朝飯前です。行くわよ。あー！大丈夫？サンタのおっさん。大丈夫、大丈夫。日本の松葉杖は折れません。すなわち、私の心も折れません。心は折れてなくても、骨は折れそうね。おっさんは休んでて。代わりに行くわよ、トナカイさん。あんあん。うん、犬みたいないい返事。うん、よっしゃ。ああ、ありがとう。おかげで持ち上がった。このプレゼントの依頼は、8歳の男の子、小学校2年生の男の子からね。私は依頼内容を読み上げた。サンタさんへ、僕は4歳からお父さんに会ってません。プールに連れてってくれたお父さん、自転車の練習に付き合ってくれたお父さん、とても優しかったお父さん、急に会えなくなってしまって、毎日寂しいです。お父さんと遊ぶために、お小遣いも貯金箱に貯めています。あとは、お父さんが帰ってくるだけです。サンタさん、お父さんと会わせてください。真っ白ひろしより。
え？ってことは、このでかいプレゼントは、お父さん？そうです。中はお父さんです。会社が倒産してしまって、当時、離婚せざるを得なかった模様です。そう、そんなこともあるのね。さあ、搬入するわよ。トナカイさん、角で玄関こじ開けて。あんあん！開いたわ。静かに。そーっとね。ちょっと起きちゃうでしょ。あんたは運ばないで。おっさん、外出なさい。と、と、ほほ。その時、ヒロシ君の顔を見た私は、ピンときたわ。ヒロシ君とサンタさん、うり二つ。ヒロシ君のお父さんは、プレゼントの人じゃない。ヒロシ君のお父さんは、あんた、真っ白サンタ。私の目はごまかせないわ。だって顔がそっくりだもの。そう。私は4年前、借金取りに追われて、愛する妻と子供を守るために、家を出た。その後、歌舞伎町でホストをしているところをスカウトされ、サンタさんとして、ここにいるんです。でも、一日だって、家族のことを忘れたことはなかった。ヒロシ君はずっと、あなたの帰りを待ってたようよ。あなたが歌舞伎町で、好きでもないマダムを抱いてた夜も、飲みすぎてゲロ吐いてた朝も、ずっと。あなたもヒロシ君に会いたいから、ここに来たんでしょ。サンタさん、あなたの人生で、一番大切なものは何なの？サンタさんは大きくうなずいた。未来ちゃん、ありがとう。腹は決まった。私は、ヒロシと、妻と、また三人で人生をやり直す。こんな俺でも、できるかな。できるわ。借金取りならさっき、大量のピザを食べさせたから、島民で出てこれないよ。さあ、バイトのおっさん、プレゼントになるのはサンタさんよ。その代わり、あなたが今日からサンタクロース。サンタさん、ヒロシ君、お幸せに。メリークリスマス。そして翌朝、目覚めたヒロシ君はお父さんの胸で4年分の涙を流したとさ。そんなこんなでプレゼントは無事届けられ、私はしっかりと稼げた。決して寂しいクリスマスではなかった。私は忙しく、みんなに幸せを届けることが性に合ってるみたい。これを聞いてるあなたにも、温かく喜びに満ちたクリスマスでありますように。未来でした。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございます。また未来と会いたかったら、チャンネル登録お願いします。